ずるずる。どうも、すするです。毎日 BD 開封生活。今日はこちら。はい、楽天から届いたものがあるので開けていきたい。じゃねえよ。どうもこんにちは、こうへいです。今日は、これ、じゃじゃん。桜の生八つ橋、桜餅風味、プラス桜こしあん味、2種類の味があります。1袋5袋あたりで、5袋5袋なんで、10袋入っております。まさにね、リコちゃん推しだったら桜なんでね、桜餅に桜こしあんなんでね、買わないわけにはいかないと思って買いました。はい、こんな感じでございます。開きました。おっとやべえね。蓋が宙吊りになってるっていうね。それでは食べていきたい、じゃねえよ。というわけでですね、3度目の正直、本題に入っていきたいと思います。今日はこちら、楽天ブックスから届いたものがあるので開けていきたいと思います。めっちゃ重いです。うおー、すげえ。こんな感じで入ってるんだよ。なんか変な言葉になっちゃったね。はい、まずはね、納品紹介入ってました。そしてやばい、ちょっとこれやばいよ本当に。もう先に見せちゃいます。はい、こんな感じ。やべえ、めっちゃ入っとる。やばいねこれは。まあ取り出していきましょう。というわけでですね、今回はこちらを購入いたしました。じゃじゃん、ラブライブサンシャインブルーレイ第7巻でございます。ということでですね、今回はこちらを購入したわけなんですけれども、まあ、とりあえず、見ていきましょう。はい、ということでですね、箱の正面はこんな感じとなっております。青空ジャンピングハートが、描かれているという感じでございますね。はい、そして、箱の裏側はこんな感じだなっておりまして、こちらにはね、埼玉公演の、特典の情報やらが書いてありまして、こちらにはですね、封入特典のですね、情報も結構細かく書いてある感じですね。ちなみにですね、こちらの1個あたりのお値段、今回ですね、楽天で購入をしたので、ですね、めっちゃ安く入手できました。アニメイトとかゲーマーズとか、またその他はね、そういう専門店って言い方も変だけど、そういうところで買うと7000円プラス税なんですけれども、今回ですね、僕、5670円で入手できました。1個あたり、はい、すごいですね。こんなに最安値で入手できるの多分楽天だけです。はい、それじゃあですね、こちら開けていきましょう。ほっ、はい、こんな、おー、すごい。こんな感じになっております。わー、すごい。なんか、いろいろ入っている。一つずつ紹介していきます。ですね、まずは、特典の一つとして、こちら、君野桜子先生書き下ろしの、小説かな?はい。が入っておりました。ですね、これね、横型になってますけど、ちゃんとね、縦でこう読む感じの、小説となっておりますね。そして、こちらが BD 本体となりますね。すごい。やっぱりいいイラストですね。そして裏側にもちゃんとみんなのイラストも書いてあるという感じですね。それじゃあですね、中身見ていきましょう。ほっ、うわ、すげえ。あー、すごい、こんな感じになってんだ。なにこれ。あー、みんなのなんか、みんなのなんかイメージした缶バッジみたいな感じのが入ってますね。はい、これ欲しいね、もし売ってくれたらね。はい、そして中身は、あーっと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 、これはちょっと見せちゃいけないやつだ。はい。が、また入っておりますけれども、これはですね、バンダイビジュアルクラブのなんか、シリアル番号みたいなのが入っておりまして、そしてですね、右側にはですね、アクアオリジナル、BD オリジナルソングの、太陽を追いかけろがですね、入っております。はい。そしてこれらを撮っていくと、こちらには、ラブライブサンシャインのアニメ本編の BD が入っております。今回12話、13話が入っているという感じですね。はい。そしてですね、こちらには毎度おなじみ、ラブライブサンシャインスクールアイドル部部活動日誌ボリューム7というのがですね、入っておりまして、まぁ、こんな感じで色々と載っていたりします。まあね、詳細はね、皆さんきちんと自分でね、見てみてください。これは UR 風の、カードですね。はい。こんなのも入ってました。すごいね。うん、
こんな感じ。そしてですね、皆様ね、一番これをこれ目的に、まあ俺が一番これ目的に買ったんだけど、もう入っているんじゃないでしょうか。ですね、ラブライブサンシャインの、ブルーレイ特装限定版第7巻購入した限定の、ね、セカンドラブライブハッピーパーティートレインツアーの西武公演、埼玉公演ですねの、シリアルナンバーが入ってます。はい、今回ですね、僕はこの BD 第7巻をですね、なんと、はい、4つ購入いたしました。はい、ですね、もうすごいね、もうこう見ると、うん、めっちゃ俺買ったんやなっていうのがすごいありますけれども、ね、もうなんで買ったかはもう皆さん察してくださいということでね、まあね、今回ね4つも買う必要性があったので、あのね、なるべく安いところで買おうと思ってアニメイトとかは避けて、楽天で購入したという感じでございます。1個単価が5600円近くだから、手数料とかもね含めてもね相当安いんですよ。ね、ちょっと待って、納品書が、ですね、4つで手数料とかも含めてなんと 22,945 円です。はい、めっちゃ安くないですか。だってこれもしアニメートとかで4つ買ったら3万円近くいきますよ。なんでね、これは今回めっちゃ安く入手できたなと思ってます。というわけでですね、今回は、ラブライブサンシャインブルーレイ第7巻をですね、ご紹介いたしました。はい、こんだけございますけれどもね。はい、ね、皆さんもね、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。ということでですね、皆さんさよなら、バイバーイ。いやー、今回絶対当てますよ。ね、本当に皆さんも一緒に当てましょうね。